출동. 今井麻美のシンガーソングゲーマー。皆さんこんにちは、今井麻美の SSG165 回目でございますが、みおちゃんこんにちは。こんにちは珍しいですね、オープニングからみおちゃんがいるなんて、はい、事情がありまして。事情？どうしたの？お家の事情？いや、そういう真剣なんですけど、うん、プライベートのものではない。あ、違いますか、はい、あ、そうなんです。実はですね、皆さんすでに予告動画の方をご覧いただいたかと思うんですけれども、この後のファミセンのコーナーで遊ぶですね、マインクラフト XBOX360 エディションというゲームを私プレイさせていただいたんですけれども、実は、今みおちゃんが私がプレイをするために、今この収録している場の現場の隣でプレイをしております。なので時々カチ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 っていうこのコントローラーを操作する音とかが聞こえたりとかするんですけれども、なので、今日はちょっとあの進めないと私がこう満足に遊べないということなので、結構時間がね、ゆっくり遊ぶゲームということなので、ゆっくり遊んでいくゲームなので、うん、そのためにデータを進めてますので。そうですね、このリアルタイムで進めていくというねはい、なのでちょっとね、時々みおちゃんがあっとかうっとか言うかもしれませんけれども、そちらはですね、あ、みおちゃんが今何か羊の毛でも飼ってるのかななんて思いながら聞いていただければと思います。今死にました。死んだりするゲームなの？うわ、気になる。後でちょっと聞こう。はい、というわけでですね、たくさんメール来てるので紹介していきたいと思うんですけれども、まずはライブ DVD が発売されましてですね、たくさん感想が届いております。なのでこちらからまずは紹介していきましょうかね。じゃ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 ーん、こちらたけちゃんまんさんからいただきました。ありがとう。みんごさんこんにちは。こんにちは。先日本が欲しくてお買い物をしに行ったのですが、そのお店で偶然並んでいるライブツアーアロマオブハピネスのブルーレイのパッケージが目に入りました。5秒立ち止まり、握りしめてレジへ向かう私がいました。予想外の出費だとは思っていません。必要経費なんだ。お家へ帰り鑑賞しましたが、もうたまりませんでした。これからも頑張ってください、応援しています、というね。いやー、こういうのは嬉しいですね。もちろんあのご予約していただいて購入していただいても全然一向に構わないというか、むしろそうしていただきたいところもある、気持ちはたくさんあるんですけれども、こういうね、ちょっと目についたところに置いてくださってるっていうお店の方の優しさも嬉しいですし、それをね手に取った、ふふふ、これがシュタインズゲートの選択なのだよっていうねいや嬉しいですね。たけちゃんまんさん、たくさん見てみください。ありがとうございます。続きましてこちらひなさんからいただきました。ありがとう。ビンゴススタッフの皆さん、いつもお疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございますアロマオブハピネスのライブ DVD ブルーレイ買いました。自分は福岡でのライブに参加したのですが、初めて参加したライブでとても楽しい思い出になりました。ツアーダイジェストで全員が密集してプラスエーといったところが使われていて、その時に自分のような人影が見えて一人で騒いでしまいました。見終わってまたライブに参加したいなという思いを馳せていました。今年から社会人になり、ちょうど研修第1段階が終わったところでブルーレイディスクを見たので、ライブの思い出をやる気に変えて6月を切り抜けたいと思います。これからも微力ながら応援していきます。ではではといただきました。そうなんですよね、福岡の会場のみこう映像化されますよっていう発表させていただいたこともありましたので、そういうちょっと遊びができたっていうのでね、他の会場ももちろん映ってると思うのでね、はい、皆さんも見てみてくださいね。なんかあの大阪会場でミャーミャーの大失態が結構長い時間収録されてて、みやみやこれ大丈夫かな、またあの焼け酒とかにな、お酒あんま飲まないかもしれないですけど、こう落ち込んだりしないかなと思って心配になったりとかしました。あ、ちなみにあれですね、秘密クレジットのところ誰からも報告来ないですね。なんか誰も気づいてないのかなというね、ちょっとヒントを出しつつ的なはい、そして、ライブ DVD のメールはちょっとこちらで最後なんですけれども、ピッタンさんです。ミンゴスこんにちは。こんにちは。ライブブルーレイで買いました。生歌とは思えない素晴らしい歌唱力とパフォーマンスにすっかり魅了されてしまいました。特に気に入ったところは赤鼻のトナカイです。とにかく衣装が素晴らしい。ミンゴスのセクシーなお尻を見て思わずうわっと声を出すほど興奮してしまいました。一瞬でしたが、これが見れただけでも買った甲斐がありました。本当に声を大にして言いたい。女は胸じゃない、ケツだ。次もセクシーミンゴス期待しています。両方じゃない？うわ
いやいや、でも本当ね、ライブ DVD 皆さんからかなりご好評いただけているようで、他にもメールたくさん来てたんですけれども、我が兄も某アマゾンで購入してくれましてですね、見たという報告が兄から届きまして、とてもお褒めの言葉をいただきました。兄とても辛口なんですけれども、こんな風に1回で見たらこんな風に聞こえるのかとか、このライブ DVD はどうしているんだみたいな、こう質問をねたくさん兄からも受けたりとかしました。でもそれぐらいよくできているなという風に自分も思っていたので、早く皆さんに見ていただきたいななんて思っていたので嬉しい限りでございます。本当にありがとうございます。そしてですね、つい先日アスタラビスタも仙台のイベントが終了いたしまして、これにてアスタラビスタの発売記念イベントの方は、全行程終了ということになったんですけれども、いや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 、東京2カ所、大阪2カ所、仙台1カ所ということで、今回は5箇所の公演をさせていただいたんですけれども、いやもう本当にね楽しかったです。ちょっとお恥ずかしながら、まあ号泣いやいや、あれ泣いたわけじゃないですよ。泣いたんじゃなくて、ちょっと雨が降ったんです。外快晴でしたけどメール来てます。兄さんプラスさんからいただきました。ありがとう。こんにちは、初メールです。どうも。先日の仙台でのアスタラビスタの発売記念イベント、地元宮城から参加しましたよ。ああいうイベントの参加自体初めてだったんですが、観客の皆さんとミンゴスの距離がすごく近い雰囲気で最高でした。ライブでの展望に強気になりきれなかったり、綺麗と言われてしどろもどろになったりと、イベントならではのミンゴスの一面が見れてますます好きになりました。ありがとうございます。すいませんすいませんすいません。そして被災した東北へのいろんな思いを込めて歌ってくれたガーベラは、力強い歌声にもかかわらず、あの日からの様々なことで疲れていた心の奥深くに優しく響いて思わず泣いてしまいました。あの歌はずっと忘れられないものになると思います。ミンゴス素敵な歌ありがとうといただきました。いや、こちらこそ。クレッシェンドはね、こうみんなにも一緒に歌ってほしいと思って、初めて、私よくライブとかではね、次に歌う歌詞とかをアーティストの人が言って、それについてみんなが歌うってあったんですけども、普段やり慣れてないことをして急に思いついてしてしまったもので、全然違う歌詞を言ってみんなからこう爆笑みたいなところもあったりもしましたけど、間違えたみたいなのもありましたけれども、でもなんかすごくね嬉しかったです。やっぱクレッシェンドはみんなで歌うの楽しいなって思っちゃったりもしました。なんか最初はね、歌詞カード配ったりしようかなとかいろいろ考えたんですけど、まあなるようになって、その時の空気でみんなで歌えたらなと思っていたので、すごく素敵な感じになりました。特に3番になった時に自然と声がどんどんね、皆さんの声がつながって大きくなっていったのを感じたので、ね、次の歌詞をねどんどん言ってったんですよね。そしたら間違えちゃったみんなズコってごめんみたいな、それもまた一挙はい。でもね、本当ガーベラも本当はね、各会場に歌を歌うステージでは2曲ずつということで、今回はねこう公演を組んでたんですけど、まあ、仙台でガーベラを歌わないのはちょっと違うかなというふうに感じていたので、先週もちょっとねそんな話しましたけど、実際に歌ってまいりました。いやー楽しかったです。本当に皆さんが真剣にいろいろ私の話を聞いてくれていて、なんかね私もあっという間でした。正直喋り倒していた時に全然自分の中では15分ぐらいしか経ってないと思って時計を見たら45分で驚いたっていうね。いやー、やっぱ1時間は短いですね。でもすごく充実した時間を過ごせたなっていう風に感じました。続いてこちらは黒髪オールバックさんからいただきました。ありがとうございます。仙台のイベント参加させていただきました。初めてイベントに参加しましたが、とても楽しかったです。今はお家で箱根ステージを見て、さっきまでこの人が目の前にいたんだよなーと、何か現実味が湧きませんでもあんま変わんなかったでしょとか言って普段からあんな感じなんです、やはり生の歌声の迫力はすごいですね。最後の曲で今井さんが涙を流したのを見て、少し震災のことを思い出しました。放射能の影響で自分が子供の頃に遊んでいた公園の土を掘り返しているのを見て、思い出を壊されているような気分になりました。僕が住んでいるのは福島県郡山市というところで、僕より辛い思いをした人はたくさんいます。僕の辛さなんて大したものではないとは思いますが、それでも今井さんから元気をもらってます。今井さん歌を続けてくれてありがとうございます。あと個人的には会場の前で、こうね、時間が来るのを待っていた時に、会場に入る時今井さんを見れたのも嬉しかったです。そうでしたね、心臓から聞いたことのない音が聞こえました
ちなみに番号は151番でした。とっても楽しかったですと、PS イベントの前日に手首と足首を捻挫して放置していたのですが、イベントが終わったら治っていました。これも今井さんの力でしょうか。わーい。そうなんですよね、あの遠くからいらっしゃった方はおそらく初めて、私も初めてだったんですけど、ね、隣の県ですもんね、福島県ということはね、宮城県とお隣だということで、きっとあの早めに疲れた方がいらっしゃったんだろうなと思って、私もこうチラッと見た時に、あ、きっと今日来てくれた人だと思って、自分からニヤニヤしながらこう見るみたいな、お疲れ様ですみたいなありがとうございますみたいな、すごくちょっとねこう嬉しかったですね、ありがとうございます。はーい、あと次行きましょう。こちら竹口さんからいただきました、ありがとう。ミンゴスこんばんは。こんばんは。アスタラビスタ仙台のイベントお疲れ様でした。自分も参加してきました。当日は朝一のバスで新潟から移動することにしたのですが、うっかり寝坊することが怖かったのでほとんど寝ずに仙台入り。いやー、ミンゴスのセクシーなタイツ越しの太ももがなかったら即死だった。ミンゴスの太もものおかげでその日は2時まで元気にプロデューサー仲間と飲んでいました。テヘペロ。いつもは東京のイベントばっかりだったので、たまには仙台というのも新鮮味があってすごく楽しかったです。今後もまた地方でできるといいですね。そして今度こそは新潟とか金沢とかそういうところがいいなぁと。そうそう、アニメイト仙台さんのポスター見ました。ところで身長以外にミンゴスが大きくなるところって一体点点点はてな。さあどこだろうね、ミンゴスが大きくなっているところ。足の大きさ嘘です。逆に最近縮んでます。なんかいつもは 23.5 センチの靴を履いてるんですけど、最近結構ね 22.5 とか23とかを履くことが多くなって、おそらくあのいわゆる一般的な靴の規格が変わったんだろうなと実感している今日この頃でございますね。あの木型によって形変わりますからね。私あの足は小さいんですけど外反母趾なので、親指の付け根がちょっと横に大きく広がってるので、痛くない靴ってなるとちょっと大きめのサイズをいつも選んでたんですね。最近流行りなのかわからないですけど、先っぽが広くなってる靴が多いんですよね。ありがたい限り外反母趾の私にはね、とても優しい靴が多くなっている今日この頃でございます。はい、その中でね、仙台のお土産なんですけれども、実は仙台のお土産では正確にはないんですけど、仙台の駅前で買ってまいりました。スタッフにねお土産なんですけど、釜めの卵というですね、こちらお菓子を買ってまいりました。これあの岩手県の大船渡で作られているお菓子なんですね。私これがあの当時、今は違うんですけど、両親が岩手に住んでた時期が数年 5,6 年ありまして、その頃は岩手にいつも帰ってたんですね。山彦に乗って新幹線乗って帰ってたんですけれども、その頃母親がよく出してくれたんですよ、岩手に帰ると。はい、カモメの卵って言って、でその形状がとっても印象的で、すごくあの脳裏に焼き付いてたんですね。いわゆる本当に卵みたいな形して、周りがチョコレートでコーティングしてあって、中があの本当に卵の形して黄色いあんこが入ってるっていうのなんですけど、実はもうその頃からカモメの卵がなんとなく今井家ではオーソドックスな食べ物みたいな感じなイメージがあったんですね。で母曰く、すごくこう地元でね、あの岩手で頑張って作ってるお菓子なのよなんて、だからちょっとごひいきにしたいのよなんて当時言ってたんですけど、実はその、ね、震災があった時にこの社長さんがとっさにカメラを回していたみたいで、それをテレビで見たんですね。それにすごく私痛く感動しまして、私仙台にこのアスタラビスタのイベントで行ったら絶対にカモメの卵を買ってくるんだ、仙台でもきっと売ってると思うと思って心に誓ったんです。というのもあの見た方も多いかもしれないんですけど、テレビでね紹介されてて、今その被災地の避難所とかでね、とてもあの皆さんの心にこう深く残っているお菓子があるんですよっていう紹介のされ方をしてて、何のお菓子だろうなって見てたら、このカモメの卵だったんですよ。で子供たちが美味しそうにこのね真っ白な卵を口に頬張ってるのを見てて、なんでこれが今心に残るお菓子になってるのかなって思ったら、その震災が起こった時にやっぱ社長さんがねすごくご年配の方で、まあ御年おそらく70代80近いのかな、で長く長くやっぱりこう経験を踏まれていらっしゃる社長さんで、やっぱ揺れた瞬間にもうカメラ回しながら津波が来るぞって
おっしゃってたんです。で、従業員の方たち全員をね、こう速やかに避難させて、高台からもカメラをこうやって回してらっしゃったんですけど、こう自分たちの今いた会社が津波にガーって飲まれていくところもずっと映してらっしゃったんですよね。ここまで来ると思わなかったって言いながら。で、それだけだったらそういう経験されたたくさんいたと思うんですけど、なぜその子供たちの心にもこの卵が残ってるかって言ったら、その工場は上の方にあったんですって。高台の方にあったみたい でそこにまだ出荷していないストックのカモメの卵がこうたくさんあったらしいんですよね。でも震災があった直後に社長さんの判断でその卵をね、あのすぐに避難所に配るぞって言って配られたんですって。あのやっぱりこう最初の頃はなかなかね物資も届かなかったっていうのもあって、まあおむすびとかはね届いたっていうのをニュースとかで見てましたけど、甘いものってなかなかね手に入らなかったみたいで、その時にねこの卵だってね、被災はしたけれども商品自体は損傷してるわけじゃないから、それまた売ってねお商売の方につなげることもできたのに、それをこう皆さんに配ったっていうそのニュースでね心意気を聞いて、もうかっこいい社長マジかっこいいと思って、もともと好きだったカモメの卵がより好きになったんですね。なのでぜひこうスタッフにも食べてほしいなと思って買って帰ったんですね。いやいやいや、あ久々に私も食べましたけど、やっぱ美味しいですね。なんかほっこりしますよね。面白いし見た目も可愛いですしね。はい、というわけで、いやいや、でちなみに私が買ったのはカモメの卵ミニの方です。私ミニしか見たことないんですけど、普通のやつは大きいんですかね、どうなんでしょう。あとね、最初にこう仙台でイベントやって、実は翌日浜田さんとあゆみちゃんと、ね、本当はなんかムータンもね仙台来てくださってたので一緒に行けたらよかったんですけど、まあちょっと残念ながら一緒に合流はできなかったんですけど、あとねサンゴさんもイベント終わったら帰られてしまったので、あの今回3人で本当に普通に宮城観光してきましたすっごい楽しかったんですけど、やっぱあの地元にこう貢献できる一番ってやっぱその地元でいろいろお買い物したりかなっていうふうにも思っていたので、ぜひ行ったと暁にはと思って、今回ガイドブックを片手にですね、こう3人でああだこうだ言いながらいろんなとこ行きました。あの温泉行ったり、浜田さんのあの本当に絶叫するシーンが見たくて吊り橋を見に行こうって言って、吊り橋のところに行ったら実は吊り橋じゃなかったっていう、でもすごい高いこう川があるような絶壁みたいなところがあるところに行ってこうほーって見たりとか、うん、あとその後海沿いに行ってお寿司を食べて帰ったりとかして、あとお買い物お洋服買ったりとか、あと実はまだ内緒なんですけど、とあるお仕事の靴を3人で仙台市内を駆けずり回って探しましたどうしても私が書かなければならない靴が必要だったんですけど、時間がなくてもうすぐ翌月曜日にその靴が必要だったんですけど、だからなんか東京にいるスタッフの方にお任せすることもできたんですけど、やっぱ靴って足のサイズとかいろいろあるじゃないですか。痛くなっちゃったりとかするとなんか長時間履けないからっていうので、仙台市内を本当に冗談抜きで、もうねその時パルコと隣の建物とかいろんなとこ行ったんですけど、もうそこをね駆けずり回りながら、いいデザインのものはないかって言いながらもう探しまくってですね、その時にいいのを見つけたんですよ。うわーいいのありましたって言ってね3人で大興奮しながら仙台で買った靴ですよって言いながら持って帰ったんですけど、危うくその靴が使われないまま終わりそうになってですねすごいドキドキしました。実際は使われたのでぜひね、あの皆さんに細かく見る機会はないかもしれないんですけど、ぜひねあのこの靴だよっていうのをいつかちょっとお見せしたいなと思うんですけど、仙台で衣装を調達するっていうね面白かったですね。あと温泉が本当にトロトロで、あの雑誌に載ってたので行ったんですけど、新トロの湯ってかって最初意味が分かんなかったんですけど、あゆみちゃんと湯船に浸かった瞬間にあーっていうぐらいお湯がトロトロしてるんです。トローって、もうゼリーみたいにトロトロしてて、入った瞬間にはったから新トロの湯って言うんだって言いながら、2人でずっとはーとろとろしてますトロトロしてますって言いながらねお湯に浸かってました。いや気持ちよかったですね。その後食べた温泉卵がまた美味しいみたいなね、最高でしたね。で海岸沿いに行ったお寿司屋さんもやっぱり被災をされていたお寿司屋さんだったんですけれども、すぐに
こう営業を再開したっていう風にね、あのお店にちょっと新聞記事みたいなのが置いてあって、へーって思いながら見てたんですけど、まあ美味しかった。ちなみにいつもあの遠く行ったらね、みおちゃんも知ってると思いますけど、何が一番美味しかった選手権やるじゃないですか。今回も3人でやったんですけど、私がいくらって言って、あと浜田さんとあゆみちゃんがウニって言ってました。そしてただマグロもめちゃくちゃうまかったんです。もう本当に美味しくって、あれなんで私マグロのこうマグロだけのやつを頼まなかったんだろうってすごく後悔しましたね。いや美味しかったです。ぜひね皆さんも行かれた暁には、確かあと塩釜ってところのお寿司屋さんでしたね。お名前何だったかな、ちょっと思い出せないな。覚えてますか？あ、すごい、あゆみちゃんが覚えてました。寿司鉄っていうお寿司屋さんに行きましたね。結構地元では有名みたいで、あの本も出されてるって書いてありましたね。あのそれこそガイドブックに一番最初に載ってたのでそこに行ったんですけど、またね他にもたくさんお寿司屋さんあったりとかしたので、ね、機会があったら行ってみたいななんて思ったりもしました。いやいや楽しい、ただの旅行になりましたね完全に休暇みたいな感じで、ちょっとね足を伸ばして岩手とか、それこそちょっと手前の福島とかにもね寄りたかったんですけど、時間の関係上行けなかったので、また行きたいなと思いましたし、あと先ほどね竹口さんが新潟とか金沢にも来てくださいよってあったのでね、ぜひそういう声が大きくなれば、こうスタッフの心もググッと動くかもしれませんのでね、ぜひご誘致アピールをお待ちしております。はい、というわけでいろいろ紹介してまいりましたけど、みおちゃん進みました？まあ進みました。あ、本当ですか？じゃあこの後ファミセンのコーナーでいろいろお話を聞いていきたいと思いますので、はい、はい、よろしくお願いいたします。それでは次のコーナー行く前に CM です。どうぞ。アートリー・ベインのフォースシングル「かげろう」が8月8日にリリース決定。タイトルチューンの「かげろう」は戦乱神楽バースト「紅蓮の少女たち」エンディング、カップリングの月限は「コープスパーティー To You」エンディングになっている。時を経て奏でる2つの旋律が君に囁く。今やさみの9枚目のシングル「リミテッドラブ」が7月25日にリリース決定。タイトルチューンの「リミテッドラブ」はコープスパーティー 2U のオープニングテーマとなっています。かっこよくもとても盛り上がれる曲になっているので、ぜひ聴いてみてくださいね。ファミセン。このコーナーはファミ通 .com 編集部から派遣された謎でもないな、目の前にいるからな謎の司令官みおちゃんがおすすめするゲームを真のゲーマーを目指す私今やさみが実際にプレイして紹介するコーナーでございますけれども、前回の司令書に書いてあったおすすめゲームは日本マイクロソフトさんから配信中の Xbox360 用ソフト、マインクラフト Xbox360 エディションということで、すでに予告動画が公開されておりますが、その予告動画はなんとこの後撮ります。はい、はい、いつもと逆ですね。そうですね、いつもは撮った遊んだゲームを証拠のねコーナーで紹介してるんですけど、いつもと逆ということなので、私はまだ一度もコントローラーにも触れておりません。なのでここに書いてあるまず概要から紹介しちゃいます。はい、このゲームは全てがドットのような四角で作られた世界で、プレイヤーが採掘をしたり伐採をしたりしながら好きなように暮らしていくゲームです。ブロックなどを作って積み上げることで、いろいろな建物を建築できるためチクチクと遊ぶ楽しさがありますとあるのですが、画面を見てみると確かにドット絵ですね。そうですね、昔ながらのドット。そうですよね。ただ一つ一つがドットが大きいよとなって、わざとの演出ってことですもんね。そうですね、レトロっぽい感じ。確かに、だって Xbox だったら解像度なんでね、いくらでも上げられるのに、あえてのこのドットを選んでるっていうところ、なんかね、こう、なんだろう、シュールな世界観みたいなのを感じますね。もともとこれパソコンのゲームで、うん、あ、そうなんだ。パソコンのゲームでみんなで遊べる、マルチプレイがあって、それで、みんなが一人の世界につないで、いろんな建物を作ろうっていうところで盛り上がってるゲームなんです。あ、なるほど。それが Xbox に、まあ、まあ、移植されたっていう表現でいいのかな。はい、なります。なるほど。なんかネット上ではラピュタをみんなで作ってみたり、ゼルダの伝説などの世界を再現したりした人もいたそうですって。そうですね、どういうことなの？
これ、うん、何をするゲームっていうのはなくてですね、うん、自分で生活をしていくというか、うんうん、いわゆる動物の森とかみたいな、うんうん、コミュニケーションというよりは生活をしていくゲームなんですけど、うん、その中で木とかを切って木がブロック状になるんで自分でこれ立てられるんですね、うん、あ、なるほど、うん、こうブロックがあー、ほんとだ、それさっき伐採してた木だよね。それをどんどん積み重ねるとですね、うん、まあそれが壁になるんですよ。おお、まあそうですよね。ジャンプしてさらに乗せていくと、うんうんうん、いつの間にか階段になって、あー本当だ。建物になってっていう感じになってます。あー、なんか3匹の子豚のね、木の家だからみたいなね、こう真ん中の子豚ちゃんみたいな感じですね。だって向こうにはなんかあの石のブロックとかあるから石のブロックが使えたりもするってことだよね。そうです、石とか鉄もあって、藁の家から木の家になり石の家になりみたいなイメージ。そうなんです。やっていくんですけど、うん、それを夢のような時間をかけてみんなでチクチク、うん、例えばだから俺ここの柱作ります、うん、俺ここの壁作りますみたいな。要するに自分の家を建てるとかっていうのじゃなくて、みんなで、みんなで一つの何かを作ることができるんです。あ、なるほど。じゃあちょっとあのリーダーみたいな人がいて、統率を取るみたいな人がいないとうまくいかないかもしれないってことだ。そうですね、全体図いないとちょっとおかしくな、縮尺とか。なるほどね。こっちは3段積んだのに、向こうは5段積んじゃったからな、床が斜めになってるみたいな。そういうこともあるかもしれないもんね。あ、なるほど。一人でね、もう作れるけれども、みんなでやって楽しんでるってことなんだね。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。でもこれ、例えばその、木を切るのに素手で切ったりもできるんですけど。素手？木というか、砕くという感じに近いんですけど、ファシャーってこと。その木を5つ集めると、うん、木の斧が作れるとか、うん、あー、なるほど、木の、うんうん、スコップが作れたりとか、棒が作れたりとか、そういうのがあって、うん、それを組み合わせて、うん、今度鉄を、あの鉄を切るようにして、鉄を切り出してから今度鉄のスコップを作って、あー、なるほど、やっていくうちに、まあ、耐久度もまたあるんで、うーん、何回も使ってると壊れちゃったりとか。へえ、大変なんです、一つ一つやっていく。ああ、なるほど。でもまあ、ゆっくりゆっくりやっていってっていうことなんだね。そうですね、一人でやるにはちょっと、うん、なかなか時間かかっちゃうんで、みんなで協力してると、うん、なるほど。ということは XBOX っていうことはもちろんネットワークにつなげて、こちらもみんなで遊べるってことなんだよね。でも例えばネットワークにつなげてない人とかは一人でもできるってこと？一人でもできますし、うん、テレビが HD テレビならば4人とか2人とか分割して画面を分割して遊んで、うん、あ、なるほどね。あ、じゃあ一緒にやろうぜって言って、はい、同時にプレイとかもできるわけだ。へえ。あ、すごい、ちゃんとマリオの階段みたいだったね。これでそのまま端、こう旗に飛んでみたいな。ダメージ食らいました、ね、ちょっと待って、この今ハートマークが減ってるよね。これ減っちゃったらどうなるの？死んでしまって、うん、荷物が散らばっちゃうんです。あら。なんでまたそこを回収しに行かなきゃいけないんですけど、まあ、例えば死ぬのが自分の家の近くで死ねばいいんですけど、うん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 、そうじゃないところでやられちゃうとそこで取りに行くのが大変みたいな。ちなみにすごく広いんですか？めちゃくちゃ世界広いです、こう見ると、うん、奥に海の向こうに山があっ て、 って、うんうん、そうだね、全然踏破できてないんですよ。ああ、そうなんだ。じゃあ全然、例えばネットワークつなげても会えないとかそういうことは多々？単純に冒険の土地が広いんで、うん、集まることはすごくできるんですけど。ああ、なるほどね。へえ。じゃあこの今なんて言うんだっけ、こういう視点のゲーム、主観視点、主観視点、要するにこう自分の持ってる道具が目の前に見えながら、はいはいはい、こう、ね、あ、プレイヤーがちゃんと見えるんだ。るんあ、プレイヤーもかなりあれだね。あ、お顔が割とドット絵ね。そうです。かわいいね、これでも。へー、面白い。これが、うん、朝昼晩みたいな時間の概念があって、うん、夜になるとモンスターが出るんです。うん、え、それファンタジーの世界なんで。ちょっと待って、え、例えばモンスターっていわゆるこう何、クマが出たぞとかそういうこと？そういうのもいるんですけど、うん、ゾンビとか。ゾンビ、クモとか。クモ、あと骸骨剣士みたいなので矢を打ってきたりするんで、安心して寝るためにまず自分の家を作るのが急務になる。まあ、それそうだよね。家があれば大丈夫なの？家を作って扉を閉めれば扉の中に入ってこない。ああ、なるほど。その中で寝る、ローカルルールだね。そうそうそう。でも扉が壊れたらダメなので、扉もだんだん強度が落ちてきたり、あ、要するにドーンドーンドーンってやられたりとかするとどんどんこう扉がへしゃげていくわけだ。で、丈夫なやつを作るには鉄のドアを作ったりとか。なるほどね。なんか妙なところリアルね。もう何もあと手探り状態なんで、じゃあどこで何すればいいんだっていうのを自分で探って。あ、でも何だね、こう人生探しみたいなのの、そうですね、やっぱリアルな感じ、うん、へえ。
私だったらどうしようかしらね、ちょっと悩みますね。まずはまあでも自分の家作った方がいいもんね。ちなみになんかムーは海の向こうに何かピヨピヨしてるんだけど、あれは何かしら。生き物が多分、生き物もいるんだ。普通に襲ってくるの？あ、本当だ。あ、可愛いね。なんかドットだ、やっぱ四角いんだね。パタパタしてる。え、ちょっと今殴りませんでした？いやいや、まあまあ、ちょっと、うん、獲物かなと思って。あ、なるほどね。え、獲物としてこれもゲットできるってことなんですか？今俺が進んでますけど、うん、あ、そうだね。泳げないな、みよちゃんは。泳げます、うん、よいしょ。どうだ、あ、赤くなったよ今アヒルさんが。鶏だ。鶏ですね。卵、あ、カモメの卵。鶏です、これ鶏。卵持ってたよ鶏が。あ、他にもいるね。羊とか牛とかもいて、うんうんうん、牛を倒せば皮が出てくるんで牛側の鎧を作ったりとか、うんうん、おお、肉として食べられたりカルビ焼きとかできちゃう。そうです、豚を。え、できちゃうの？豚肉焼けます。本当に？羊はどうするの？ラム肉？羊はウールです、うん、あ、なるほど。毛を刈れるわけだね。ベッドを作るんです。え、ベッドを作らないと寝れないんです。なんとウサギみたいだね。よくね、ウサギがさ、自分が赤ちゃんを産むときにさ、自分の毛をむしり取ってベッドにするっていうけど、 それにちょっと近いのかしらね。人様の毛ですけど。あ、いた、羊。これ、あー、毛が取れた。うわー、ブロック状の毛が取れた。今は倒さずに、うん、経過だけですけど、うん、倒そうと思えば倒すこともできる。あ、なるほどね。へー、面白いけど、なんかあれね、ところどころ本当にこう、なんていうのかしら、うまく言えないけど豪快ね。そうです。豪快なゲームね。あの、チクチク進めるとはいえ割と豪快なグラフィック。すごい、こう、あの、今積み上げた木をポコポコみよちゃんが叩いてるんですけど、その砕け方も結構豪快ね。あ、でもこういう感じ好きですよ。うん、妙になんかこうハマりそうな、飽きが来ない感じしますよね。ずっと遊んじゃう感じ、うん、最近やっぱりリアルなゲーム多いですから、そういった意味ではちょっとこう一線を画すと言いますか。う、うん、妙なところはリアルで、他のところは、うん、あのアバウトというか。いい意味でこう楽しめる感じ。そうだね。へー、というわけで、じゃあちょっと私こちらを見せていただいたので、この後、実際に私がプレイいたしまして、みよちゃんがだいぶかなり進めてくれたのかな。まあまあです。まあまあですか。なるほどなるほど。じゃあちょっとね、それを触らせていただいたのを皆さんすでに見ていると思いますが、もう一度この話を聞いた後に見てみるのもいいかもしれないですね。はい、それでは今日紹介したゲームは、日本マイクロソフトさんから配信中の Xbox 360用ソフト、マインクラフト Xbox 360 エディションご紹介させていただきました。それでは来週のシリーズ紹介したいと思います。じゃん。その中でもみおちゃんはまだまだチクチクと進めております。じゃじゃんじゃじゃん。司令書、ミンゴスさん、こんにちは。こんにちは。ミンゴスさんが、バカなの？死ぬの？という名台詞を残してから2年半とちょっと。ついに、あの世界線の続編が発売されます。ここまで言えばもうお別れですよね。次回取り上げるゲームは、科学アドベンチャーシリーズ第3弾、ロボティクスノーツです。来たー。ゲストに、南條佳乃さんをお招きし、魅力をたっぷりと語っていただきたいと思いますよ。それでは来週も頑張ってね。その司令官、みよちゃんよりといただきました。来たー。そうなんだよね、ロボティクスノーツ、私も、あの、概要とかはいろいろな雑誌とかイベントとかで聞いているから、こう種子島に住んでいる青年たちがロボットを作って、こう世界平和を目指すっていう風に聞いてはいるんですけど、一体どんな風にどんなキャラクターたちがいて、どんな風に話が進んでいくのかとかいうの全然知らないので、ぜひその辺をね、南條さんにも聞いていきたいなと。主人公のね、女の子ですもんね。ヒロインの女の子を演じてらっしゃるということなので、よくご存知だと思いますので、皆さんにもね、こう皆さんが気になるところを私が頑張って聞いていきたいと思いますね。あとあれだよね、こう続編だなっていうことがよくわかるエピソードがあれですもんね、あの子が出てますもんね。あの子の成長した姿がねえ、はい、それも楽しみですよね。はい、というわけで、来週のゲームはロボティクスノーツに大決定でございます。皆さんも期待しててください。以上、ファミセンのコーナーでした。ミュージックパズル。このコーナー
ーは私今やさみの新曲をリスナーの皆さんとゲーム感覚で作っていくコーナーでございますが、そんな中みおちゃんはまだまだプレイしております。先日募集いたしました SSG 楽曲第5弾の投票結果がついに出ました。パチ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 。今回はそちらの発表の方をしていきたいと思います。まずは第5弾について説明いたしますと、今回はリスナーの皆さんに私に歌ってほしい音楽のジャンルを募集いたしました。そしてその中から3つのジャンルにスタッフ会議で絞らせていただきました。それで残ったのが今回の3つのジャンル、テクノポップ、和風ロック、ジャズ、この3つが残りましたね。この3つの中で最も投票、皆さんからの投票が多かったジャンルを、プラス A メンバーのキーボード担当であるたまちゃんに作曲してもらうという企画だったんですね。ということで、早速発表していきたいと思います。ちなみにみおちゃんはどれが来ると思ってましたか？これはすいませんこれ和風ロックかなと思って、あとはテクノポップも人気だからな。ああ、なるほどね。さあ一体どんな結果が出たんでしょうか。発表します。じゃじゃじゃん。まずは第3位、じゃ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 ん、ジャズ。ああ、私ジャズ、そっか。でもみおちゃん合ってますね。じゃあね、残りがテクノポップスと和風ロックなので、聞いてみたいんですけど、やっぱちょっと渋いところで、そうね、人気が集まりづらいのかな。ね、ライブだとかっこよさそうですけどね。はい。ということはどちらかが1位を取ったということなのでね、どちらなんでしょうか。じゃあこれはテクノポップと和風ロック、じゃあ1位を発表したいと思います。選ばれた方ですね、そちらを発表したいと思います。発表です。テケ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 、ジュジュン。1位は和風ロック。おー、みおちゃん当たりましたね。そうなんです。ちなみに1位の和風ロックはスタッフ会議の時にたまちゃんに浜田さんが電話してたじゃないですか。あれ後からたまちゃんに、あれ収録してたなんてひどいって結構抗議を受けたんですけど事前に言ってくださいよみたいな、すごいすっとんきょな声出して、やだ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 って言ってましたけどあの時タマちゃん本人が実は選んだジャンルでもあったということで、和風ロックとかいいですよねっていう風に実はタマちゃんも言ってたんですね。なので今回はじゃあタマちゃんが自信があるということですよね。タマちゃんが選んでるっていうことですから、和風ロックのね。はい、というわけで今回のジャンルは和風ロックに決定です。あ、私テクノポップスもちょっと歌ってみたかったんですけどね、こういう機会もないとやっぱりさ、タイアップとかになりにくいイメージがある、私の楽曲ではなりにくいイメージがあるので、こういう機会に歌ってみたいなと思ってたところもあったので、まあでも和風ロックもね、絶対ライブでも盛り上がるだろうし、こうどんな感じになるのかを楽しみなので素敵だなと思いました。はい。ちなみに、ここでなんと最新情報をお届けしたいと思います。今までプラス A メンバーのキーボード担当であるたまちゃんに作曲してもらいますというふうにお伝えしてきたんですが、ここでもう一つお知らせでございます。なんと今回作品は、作詞はたまちゃんだそうですびっくり。そうなんです。なんとたまちゃんが作詞作曲にチャレンジするということなんですが、浜田さんが、たまちゃん、作詞したことあるって聞いたらしい。できるって聞いたらしいです。そしたらたまちゃんが、やったことないけど、やってみますって言ったそうです。どんなことになるのか。たまちゃん独特の世界観が表現されるのかもしれないですね。というわけで、今回の曲は和風ロックで、たまちゃんが作詞作曲をするということが決まりました。だいぶ、進みそうですね、ここまで来たら。そうですね、あともうちょっとです、うん、そう、ここから先はたまちゃんの頑張り次第ってことになりますのでたまちゃん頑張って、楽しみにしてます。はい。いや、和風ロック、どうしたら和風ロックになるんだろうね、全然わかんない、ピンとこない。ガッチじゃないですか、三味線使うとか、うん、太鼓使う、和太鼓、うん、とか、あ、雅楽のあの笛、ね、とかね、うん、あとなんだろうね、尺八とかいいよね。尺八いいですね。いいね、尺八。ライブでどうすんだろうね。吹ける人募集、みたいな。いやいや、皆さんもぜひですね、どんな曲が仕上がってくるのか楽しみにしていただきたいと思います。はい。というわけで、じゃあ、ぜひ皆さんも楽しみにしていただきたいと思います。以上、ミュージックパズルのコーナーでした。原由美のデビューシングル、
花火が8月22日にリリース決定。タイトルチューンの花火はフィーチャリングボーカルに今井麻美を迎えたコープスパーティー 2U エンディングになっています。カップリングの空の紅はコープスパーティー 2U 挿入歌になっています。とっても素敵な楽曲に仕上がっていますので、ぜひ聴いてみてくださいね。箱根で温泉、温泉。自由なラジオ番組 SSG が沖縄に続いて箱根ロケに行っちゃいました。ゲストの原由美さん、山本彩乃さんとともに工芸作りや美味しい食事を堪能しつつ、 SSG オリジナルグッズを作りましたよ。3人のトークが楽しめる CD とロケの模様が入った DVD の2枚がセットになった今井麻美の SSG 箱根ステージ、好評発売中です。ここでメールを一通。ハセドンさんです。どもども。今井さん、こんにちは。こんにちは。大阪で行われたイベントに両方参加させていただきました。ありがとうございます。最初のアニメイト梅田店さんでのイベントでは初めてお近くで拝見した今井さんの美しさに、ここいいや。また質問に対する答えを聞いた時、膝から崩れそうになってしまいました。なぜならゆかフィンさんから今井さんに弟子として認めていただいたんですよと聞いていたのと、お二方とも歌手だからという理由から歌に関する師弟関係だと思っていたのですが、まさかあんな曖昧な答えが返ってくるとは完全に予想外でした。でもそんな曖昧な師弟関係が成り立つのは今井さんに人を引きつける魅力があるからなんだろうと思います、というふうにいただいたんですね。というのもこのハセドンさんに聞かれたんです、質問。ピカフィンのことをね、お弟子さん、師弟関係、お師匠と呼ばれているそうですが、何の師匠なんですかって聞かれたから、知らない、ある日突然ユカフィンが師匠って来て、あの師匠って呼んでもいいですかって言われたから、いいよって言ったんですね。だからそれ本当私もどうしてそうなったのか未だにわからないんだけど、いろんなところで会うたんびにユカフィンが師匠って言うから、いろんな人にえ、なんで師匠なのって聞かれるけど、よくわかんないっすって答えるカフィーらしいですね。可愛いですね。もうほんと大好きです。まあアフィリの子みんな大好きなんですけれども、まああの実は、ここで大発表がございます。先日発表しました SSG ボーナスステージ第5弾の発売が決定したということで、すでにブログなどで発表してるとは思いますが、ゲストはなんと今回アフィリアサーガイーストの皆さんをお迎えしてお届けしようという、いやいや完全に私独しかも今回は2バージョン発売させていただくということで、現在の仮タイトルでは1個目がミンゴスアフィリアサーガイミンゴス×アフィリアサーガイーストドキドキ疾風陣雷編そうなの、初めて聞いた私。そして2個目のタイトルがミンゴス×アフィリアサーガイーストワクワク天地創造編。何すんのね、何すんのアフィリアサーガイーストと何すんの、私天地創造しちゃうの、やばい。じゃあ私師匠どころか神じゃん。あー、どうしても決めない仮が必要だったんですね。あの商品を登録するたりなんだり、はい、もう勢いで決めましたね。さては、いろいろこう、うん、みんな期待を煽れるようなことにしたいなっていう、うん、期待っていうかな、不安が募ったよ。何すんの疾風とか何すんのよみたいなね。みんなであれですか、運動会的なやつですか。ねえ、うん、とか内容などはまだね、改めて発表しますのでってことはほとんど決まってませんね。そうですよね、もう少しお待ちいただきたいと思います。発売は9月の予定となっております。今回ね、実はアフィリアさんが一緒の、まあ、全員ではないとは思うんですけども、かなりの人数の方が参加していただけるというふうに聞いておりますので、あの私まだ仲良くなっていないというか、あの普通にこう会ってキャーってやる人が子がどんどん増えてるんですけど、まだねあのえへぐらいの関係性の子もいるんですよ、うん、その子たちともちょっと仲良くな、これを機に仲良くなりたいななんて思ったりもしてるんですけど、ちなみに今お手元にですね、雑誌があります。じゃじゃーん、漫画アクション、すごいよこれ、表紙にアフィリアのね
5名が水着グラビアで出ております。すごいね、これルイズにミクに、クルミに、ユカフィンに小姫が出てるんですけども、中がねやばい、あらこれやばい、見ちゃう見ちゃう見ちゃう、じゃあよいひぃもうちょっと発売の方がね、この番組聞いてる時にどうなってるか分かんないんですけども、いやーすごい、これすごくない、これすごくない、これでどうする、ラジオ撮ってたラジオ収録これで撮ってたどうするもん、どこ見ていいか分かんひぃひぃかわいいですね。はい、というわけで、まあ、私独の CD になりそうですけども、皆さんも期待していただきたいと思います。他にもちょっと、告知の方をさせていただきたいと思います。9枚目のシングルリミテッドラブが7月25日に発売されます。コープスパーティー2U のオープニングテーマとなっております。今回は通常版と DVD 付きの限定版を用意してますよ。こちらの収録してる時にミオちゃんが来てくれましたね、はい、じゃあみんなにネタバレのない程度にどんな感想を持ったか一言でどうぞ。終わりたと言ったらえっってびっくりしました。おーいいですね、いい煽り文句が来ました。えっ、ー、みたいなリミテッドラブみたいなぜひ期待していただきたいと思います。そして8月8日にはアートリーベインの4枚目のシングル「かげろう」が発売されます。こちらは 3DS 用ソフト「戦乱神楽バースト」のエンディングテーマとなっておりますので、ぜひぜひこちらもご予約の方をお願いいたします。そして SSG の準レギュラーともいえる原由美さんのデビューシングル「花火」が8月22日に発売されます。こちらはコープスパーティー 2U のエンディングとなっておりまして、原由美フューチャリング今井あさみとして私も参加してますよ。ということでですね、いや本当に夏はCD こう目白押しの感じになっております。夏から秋にかけてね、はい、です皆さんもですねお手に取っていただけるように私たちも精一杯作っておりますので、ぜひぜひ気にかけていただけたら嬉しいなと思っております。はい、番組では皆さんからのメールを募集しております。ふつおた、ぎておとなど各コーナー手に送ってくださいね。宛先はファミツ .com の応募フォーム、またはホームページに書いてあるアドレスから。メールで応募する際は題名に書くコーナータイトルを、本文にハンドルネームとお名前を書いて送ってきてくださいね。次回の配信は2012年6月23日土曜日となっております。お、アイマスライブの初日の当日ですね。はあ、なので頑張りますよ。それではまた来週土曜日に一緒に SSG しちゃいましょう。お相手は今井あさみでした。バイバーイ。